はい、時間がですね、もうあっという間に6時となりました。やっとね、ちょっと薪も火をつけるような感じになってきましたので、これから薪割りを始めたいと思います。これ、しっかりした薪ですよ、これ。これ大好きなんですよ。あ、しかもね、これちゃんとね、燃えやすいやつもつけてくれてますよ、これ。すごく親切ですね、あの道の駅の。それではですね、ちょっとこれで火をつけていきましょうか。全然入れない。うわ、こっちがやられた。見てください、根元がパキッと割れちゃいました。これ、こんなことある？耐えられんかったんかいな。うわ、これ危険やな。とうとう壊れちゃいましたよ、これ。燃やそうか。いやー、でもしかし久々ですよ、本当に。キャンプやりたかったけどね、本当にできなかったんですよね。皆さんそうだと思いますけど。はあ、やっと切れた。少しずつ薪を切っていって、で準備ができたらご飯の方も取り掛かりたいと思います。はい、それではね、明るいうちにちょっと紹介したいと思います。まずですね、入り口がね、こちらになります。で、私はね、入ってすぐのところで今テント張ってるんですけども、で、向こうに見えるのがこちらが炊事場、こちらはおトイレになります。4月1日からですね、有料600円になったんですけどね、まあ、それでもね、本当に安いぐらいだと私は思っております。ちなみにね、ゴミはね、お持ち帰りになっておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、もうそろそろね、こちらのランタンの方も火をつけていきたいと思います。お、はい、それではですね、そろそろ晩ご飯の準備をしていきたいと思います。皆さん、先ほど言ったようにね、今日のアイテム、僕もね、楽しみにしてるんですけど、これはね、外の人気のある、ね、バーナーですよね。よく皆さんが使ってる。このバーナーを使うのにとても便利なものがあって、例えば、このバーナー使うときって、ここには何も置けないでしょ。まあ、皆さんもそれでお気づきかもしれませんけども、こういう商品があるんですよ。
こういう商品がね、これどうやって使うかっていうとね、これをねここにもはめるだけ、これだけです。これでここが使えるようになるんですよ。これ便利ですよ、これね。だからこれがないとここ何も置けないんだけども、これでね、例えばこれでお湯を沸かしてる間にここにコップが置けたりするんですよ。これね、この外のバーナーを持ってる方にはね結構おすすめなんで、いかがでしょうか。これ本当にいいと思います。で、今日の晩ご飯ですけども、道の駅で買ってきたいなり寿司ですね。豚肉の中落ちと、で、洋牛絹の味というね、もうちょっとお肉偏っちゃってるんだけど、まあ、切り落としですね。これを焼肉にして食べたいと思います。今日の焼肉はね、この鉄板を使います。これ結構重たいんですよ。厚みのある4ミリ鉄板だったかな、これ買ったんですよ。これね、これで焼くとすごく美味しく肉が焼けます。これで今日はいきます。鉄板からね煙も出てきたので、では焼いていきましょうか。いきますよ。最初は塩コショウで食べましょうか。あー、いい匂いします。いただきます。うん、うまい。めちゃくちゃ柔らかいわ。うん、おいしい。これね、ソーセージも横で焼いておきましょう。エリンギも焼いておきましょう。いやー、いいですねこれ。いやー、やっとキャンプできましたよ、本当にね。うん、うまい。あー、いい音します。いい匂い、焼けていきます。今度はね、ちょっとタレをかけてみましょう。あー、めっちゃいい匂い。めちゃくちゃいい匂いだな。ではいただきます。おっ、かっこいい。うまいわ。エリンギもいただきます。うん、うまい。ではソーセージいただきます。うん、うまい。ではですね、じゃんじゃん焼いていきましょう。鉄板もね、ちょっと焦げてきたので一気にいきましょう。わー、いい音だ。焼
けたでしょうか。では火を止めましょう。ちょっと弱めようかな。鉄板がね、分厚いとね、冷めるのもね、一気に冷めないんですよ。厚みがあるだけね、熱持ってるんで、結構ね、長く熱い状態でいただきます。うん、美味しい。これをキャベツと一緒にいただきます。うん、うまっ。ごちそうさまでした。今ね、ちょっと洗い物もしてきたんですけど、まあ油汚れは洗うのが大変。もう牛肉の油コテコテですわ。あ、でもそれに勝るぐらいやっぱりキャンプで食べるご飯ってやっぱうまいですね。マジでうまいです。本当に久しぶりやもんな。前のキャンプがね、カレー山キャンプ場ですよね、確か。これでも本当にいいですよ、おすすめです。トップケースにね、これからずっと積んでいきますよ。はい、今ね、食後のコーヒーということでね、今お湯を沸かしております。今日のコーヒーはモンカフェです。コンビニで買ってきました。最近ね、家でもね、このモンカフェよく飲んでるんですよ。おお、意外に上手にいけた。ここからが大事。千本高原キャンプ場のね、いいところはね、このね、周り明かりがないから星空が綺麗に見えるんですよね。でもね、今日はね、やっぱりこの天気じゃね、星一つ見えないですね。月も見えないです。暗くてね、どんだけドリップしてるかは見えないんですよ。結構いってるな。ではですね、ホットコーヒーいただきます。キャンプ場のホットコーヒーはまた格別です。うまい、うまいわ。はい、今ね、焚き火を楽しんでおります。いい感じで燃えてますよ、本当に。この薪ね、本当にいいですよ。硬いですけどね、本当にいい感じで燃える。やっぱりキャンプはいいわ。はい、ただいまね、夜の11時になりました。今ね、こういったオイルランタンを使ってますけども、この外のこの CB 缶をね、使ってなんか欲しいなと思ってね、ランタンが。で、買ったのがこれなんです。今から出します。これです。外のね、この CB 缶を使ったランタンです。これをね、最近買ったんですよ。これはね、中ホヤがいるんですけど、もう一応これは家で作ってきました。で、予備も一応持ってきてます。壊れやすいんでね。これね、結構明るいと思いますよ。コールマンのやつも持ってるんですけどね、結構ね、でかいんですよね。で、荷物になるんで最近持ってこなかったんですけど、まあ今回ね、これコンパクトだし、で、同じようにね、この CB 缶使えるということで
それではね、一回つけてみます。このね、ガスを出して、あ、ついた。どうですかこれ。結構明るいでしょ。これね、めちゃめちゃ明るいんですよ。これがね、ここにこっちにも使えたらいいんですけど、これはこっちだけなんで、ね、だからこれ CB 缶1本でね、このコンロで使えたりとかランタンで使えたりとかするんでいいかなと思っております。先みたいにね、コーヒーを作って、まあ、これ当然コーヒーこのままだと、まあ、冷めると思うんですけど、まあ、ここに置いとけばね、コーヒーずっとあったかいままに置くことができるんで、とかいいんですよね。まあ、これもね、明るさ調整できるんで、ガスの出をね、小さくするとこのように火力は調整できます。で、冬場なんかはね、これで暖を取ることができます。まあ、欠点としたらやっぱりこのガスの音ですよね。ちょっとシューっていう音がね、やっぱちょっと聞こえるんで、これがちょっと嫌だっていう方はね、ちょっとこれは使えないとは思うんですけど、でもこれ大変明るいし、でね、あったかいんで非常にいいんじゃないでしょうか。皆さんもいかがでしょうか。あと薪ね、まだね3本ぐらい残ってるんですよね。まあ明日の朝もね、ちょっと使いたいと思ってるんで、もうこの日がね消えたら寝ようかと思っております。それでは皆さん、おやすみなさい。